真田は生きる。どのような手を使おうと。お仕事お仕事。兄上、ご無沙汰しております。久しぶりだな、雪村。父上も息災なご様子で何よりです。お前もな。稲殿も久しいな。はい、父上。雪村殿、どうかよろしくお願いいたします。雪村で結構ですよ、姉上。はい、雪村。父上、こたびは先人の端に加えていただき、戦場でも凛とした花のようであったが、こうして改めて対面するとなお可憐であるな、信行。はっ、え、父上、恐れ入ります。信行は果報者よ、どうかよろしく頼む。よろしくお願いいたします、姉上。こちらこそよろしくお願いいたします。うちの殿様、お世辞とか言えたんだ。正幸様は口八丁だもん。でもまあ、信行様が奥さん迎えて嬉しいのは本当じゃない？徳川の重臣の娘でも？まあ、それが家族ってもんでしょ。へえ。それにしてもうちのなあ。あ、なんか言った？別に。ずいぶん兵糧溜め込んでんな。こいつを放置しちゃ小田原は落ちねえぜ。あの倉庫が穴開きじゃん。潰し放題だね。かようなところで将を落とされては話にならない。皆油断せぬように。本番はここからだ。悪い子だ。しまった、不覚を。大丈夫なのか。そこで倒れるような男ではない。それより他にも偽装した兵がいるやもしれない。本当に引き込んでいる。余興がこれで終わりで面白くなかろう。あいつまだ。雪村様、場外へお逃げください。バカだ、戦はまだ続いている。私だけがそんな。怪我人は足手まといだって言ってんだよ。分かってんでしょ。すまね。潜入させた忍びがそろそろ動きを見せる頃であるな。正行殿の読み通りか。根こそぎ殲滅するしかない。全てあらかじめ手を打っている。勝つべくして勝つ軍略というものか。おやおや、あれに見えるはもしかして。これぞ忍びのお仕事なのです。雪村様、ちゃんと逃げてくれたかな。いくらあの人だって怪我をして戻ってくるほどバカじゃないでしょ。相変わらずよく働く。ここらの兵糧はいただきでい。このままでは城内の兵糧がなくなってしまう。出番だ。あれにやってくれるね。下ればよいの。あっちに隠れてる。くっせ、クマの匂い。父上、申し訳ありませぬ。敵の侵入を許してしまい申した。策のに上は城内に蓄えた兵糧だけでも我らの手で守りましょうぞ、兄上。最初徳川の患者と思っていました。申し訳ありませんでした。今までの良家を思えば仕方ありません。あとそんなにかしこまらなくていいですよ。どうした？信行様の奥方なんであれかなと。じゃあこれからよろしくね、イナチン。思いつかないことだよね。爪が甘かったが窮鼠猫を噛むという心せねば。バカな、こんなことが。あっぱれ。出番半分を潰せたか。よくもこれだけ溜め込んだものであるな。という強さよ。おお、その力で世に正しきをなされよ。無理をせぬように稲殿、そなたに何かあっては徳川殿に顔向けできぬ。父上、お言葉はありがたく、けれど今の私は真田の人間です。どうかお気遣いは無用に願います。さようか。良い調子だ。いいものあるじゃん。目印に用心をあげて。敵ながら迂闊する。すごい、いつの間にこれほどの強い用意。おお、これはまた相変わらずご立派な襟巻きで。あなたも相変わらずお元気なよ。上手になら寄せてあげましょうか。どうぞお構いなく。これは女の子同士だからこそ思いつく。女の子？何か言いましたか？父上の軍略、味方であればこれほど心強いものはないわね。味方ですが混乱する時があるから。あ、信行様、父上に対してそんな。これだけの兵糧を蓄えるとは北条も大したものですね。いざという時は八ヶ田城や八王子城に運び込むためだ。まさに物資の集積地。ここを第一に狙ったのは正解だった。苦しいのはここからだ。くまなく隅々まで探すのだ。出番。盛り上がってきたね。楽しみそうだ。早々に下ればよいものを。 天下のために使わねえ。 これ以上好きにはさせぬ。一つでも多くの兵糧を確保するのじゃ。開門。さっさと大道寺の首を取ればいいじゃねえか。よく敵に巡り合えた。 はどうなってもよい。この孫の命だけは助けてもらえるか。城外にはまだ敵がいるはず。雪村様には近づかせない。先輩、チッ。るなら今のうちだよ、サスケくん。それが賢いとは思うんだけどね。まあそういう意味じゃあんたも賢くないからにゃ。はあ？あんたに言われたくないんだけど。悪い子捕まえた。あんた何してんだよ。雪村様、二人とも無事か。はい、雪村様こそお怪我は。何やってんだって言ってんだろ。サスケ、あんたを落ち延びさせるために俺らは残って戦ったんだ。それをのこのこあんたが戻ってきてどうすんだよ。台無しだ。バカじゃねえのか。ちょっとあんた落ち着きないよ。そなたの矜持を傷つけるような真似をしてしまったのなら謝る。だからそんなんじゃ。だがそなたたちを捨て石にして逃げるようなことも私にはできない。許せ。何言ってんだ。手下のために命かけるってのかよ。ほんとバカなんじゃ。手下ではない。はあ？そなたたちも家族と同じだ。家族を見殺しになど断じてせぬ。雪村様。